皆さんこんにちは、ツコミゴードです。あのね、明日はライブ配信やるんだけど、おそらく足立区での、まあ北千住でのこの家での最後の配信になると思います。この部屋での最後の配信、そしてその次の週に配信はない。なぜなら引っ越し、まあ残りの荷物を持って、まゆみちゃんの車に乗せて岐阜まで届けてもらいます。だから明日また楽しくくじ引きやりたいと思います。今回は、その前にタブル梅酒の瓶岐阜に置いてきたから、岐阜にまた帰ってからちゃんと送りますね。ごめんなさい。異端児があれ当たってから数週間経ってるね。いやー、まあ明日も信憑性のないくじ引きやりますんで、よろしくお願いします。くじ引きでやるのはこのドラムスティックです。水曜日に上がった One Bucket in the Dance Studio という動画で使って、途中でちょっと割れたこのドラムスティックです。くじ引きで明日これやります。で、無料で参加できます。でもそういう確率が上がるように、自分の名前2回も書きたいというならね、ちょっとお金もらえればいいかと思います。ゴロ、お前またパソコンの中の人にまた金取ろうとしてんのかい。だって今のビザでバイトできないじゃん。どうすればいい？ YouTube で稼ぐしかないや。引っ越しのお金欲しいなら、お前2日前あれ買って飲んでた、あの前あの金貯金すればいいや。お前もう金欲しいなら畑でも掘ってこいや。いや、畑掘ってお金もらえるなら全然やるよ。ほら、何年もわし掘ってたんで。バイトもできるようにビザ変更しようとしてるけど時間かかるよ、じいちゃん。パソコンの中の人をかわいそうや。そんだけや。もうあっち行けや。もう焼酎でも飲んでろや。朝から飲んでろい。それでは皆さん、明日最近 PayPay のアカウントあるんだけど、 PayPay のリンク入れればなんかそっちでもお金もらえるのかな。なんかスーパーチャット、 YouTube でのスーパーチャット以外の方法もなんかの選択肢があればいいなと思うんだけど、明日のお金全部引っ越し代、まゆみちゃんのガス代とか高速代に引くんで、PayPay でそのまま送れたらね、最高。まあ皆さん、この部屋も、上板橋もたくさんの思い出もあるし、これからも一緒に思い出作っていきたいと思います。明日よろしくお願いします。じゃあ明日ね。